ボイボリナ社会主義自治州は、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の構成国であった、セルビアの自治州で、1963年から1990年まで存続した。1974年から1990年までは、ユーゴスラビア連邦の構成体の一つであった。首都は、ノビサドであった。スロベニア社会主義共和国、クロアチア社会主義共和国。 ボスニア・ヘルツェゴビナ社会主義共和国モンテネグロ社会主義共和国マケドニア社会主義共和国セルビア社会主義共和国ボイボディナ社会主義自治州コソボ社会主義自治州ボイボディナ自治州は1945年に設立されたセルビアの自治州であったが限定的な自治権しか与えられていなかった1963年州の故障は ボイボディナ社会主義自治州と改められた。1974年のユーゴスラビア連邦の憲法改正では、ボイボディナはユーゴスラビア連邦の構成体とされ、セルビアやその他のユーゴスラビアの構成共和国とほぼ同等の地位を与えられた。ユーゴスラビアの大統領評議会は、連邦の構成体の代表者それぞれ一人ずつで構成され、ボイボディナはその中で、 セルビア等と対等の一議席を与えられていた。セルビアの大統領スロボダン・ミロシェビッチによって、1990年9月28日、ボイボディナとコソボ社会主義自治州は1974年に与えられた自治権を剥奪された。自治州の故障もボイボディナ自治州へと改められた。1981年の国勢調査によると、 ボイボディナ自治州の人口は以下の通りであった。ボイボディナ社会主義自治州で唯一の政党はユーゴスラビア共産主義者同盟の下部組織である。ボイボディナ共産主義者同盟であった。ボイボディナ社会主義自治州の憲法は州で最高の法規であった。ありがとうございます。